はい、どうもポンチです。はい、今日も花プロ、ゲストにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、最近いつも解説してもらってるんですけれども、基本 A 級とかプロとか SA の方で、やっぱりビリヤードの人口って一番多いのが、まあ、B クラスの方だと思うので、うちのスタッフの女子直子選手とお客様の長友選手、お二方とも、まあ、B クラスの方で、あえて B クラスの失敗あるあるとかを花プロに、まあ、直接言われるんでだいぶやりづらいと思うんですけれども、見ていければと思います。3先でよろしくお願いします。いや、素晴らしいバンキング。プロが見てて解説しているってやりづらさプラス渋い台でやっていくんで、ね、なかなか難しいですね、これね。喋りながらっていうかね、プロ見てるだけでなんか、あれ何なんですかね、上手い人が見てると途端に入らなくなる現象。え、そんなのあります？やっぱないんだDQ1 で主にイリーガルっていうのはないんですけれども、はい、ブレイクからできるだけね、こっちはいないもんだと。そうですね、聞こえないもんだと思ってプレーしてほしいですね。そうですね、うん、まあ、いつも通りついていただければと思います、うん、なかなか難しいですね、はい、B 級ってめちゃくちゃ幅が広い、はい、まあ、A 級もプロもそうだと思うんですけれども、ね、スキル6投手ぐらいかな、6, 5, ぐらい 5, 6とか5とかの、まあ、B ど真ん中ぐらいのお二人でございます。これは、まあ、セーフティーだったんでしょうね、はい、ね、まあ、単純に加減とかのミスっていうことですね。あと、まあ、同点だったね。あ、同点とか、なるほど、うん、これはでも、とはいえかなり難しい配置になりましたね、はい、いや、今のね、結構いいと思いますね。かなりいい突き方、はい、これはもう入れはシュートあるんでしょうか、ね、あると思います。あ、なるほど、じゃあかなりいいショットだった。これはうまいですね。そうですね、はい、特に言うことがないという、はい、うまかったです。これもうまいです。そうですね、うまいですね。特に何もない。いや、いいショットは続いてます、ね、まあ。ただだから今みたいなのあえて言うなら、うん、ちょっと引きがかかりにくいようなちょっと突き方しちゃってたから。なるほど。もうちょっと引きかけてれば、今6番に隠れそうだったんですか。そういうのが少なくなります、ね。なるほど。もうちょっと綺麗に突き出す。突き出しが引きづらい、じゃあ突き出しの方をもうちょっとなんか今後やるとしたら変えていくみたいなことになるんですかね。そう、ただメカニカルブリッジもきっちり決めて、渋い台ですがよく決めてきましたね。今いる位置あるじゃないですか。はい、手玉の、うん、はい、あの位置からつく前にアングルを、7番へのアングルを確認しなきゃいけなかった。なるほど。あ、確認不足が今あったそうですね、目標が定まってなかったから今、うん、突き出しが結構曖昧な感じになっちゃった。なるほど。この確認ミスによる、うん、そのちょっとスピードがだから、うん、あんまりこう決まりきってないような。これはバンクに来ましたか。そうですね、まあもうしょうがないですね、はい、うん、今のをやっぱ確認してそうだ、ね、6番もうちょっとしっかりいった方がいいっていうのを確認してればこのミスが防げた確率少なくなる。なるほど。と思います。目標を明確にしてつくことで、うん、覚えられる力加減っていうのがあると思うから。あ、なるほど。あやふやでつく力と力加減が覚えられないっていうか、はい、そうだね、うん、
腕の そのスピードの段階っていうか、はい、でこの段あの10段階でつく、うんうん、10段階の中のどの段階でつくかとか、うんうんうん、そういうのはより明確になってくると思いますけど、目標がねしっかりしてとかね。これは、まあ、頭を回ってきました。ここは我慢の、はい、いいと思いますね、はい。ナイスショットですね。素晴らしい、うん、これはもう特に言うことなし、言うことないですね。素晴らしい、素晴らしい、綺麗に決めてきました。だあの今みたいなあのこう9番とか、うん、あのまあ、試合とか例えば今こういう状況になると、はい、急いでついちゃう人いるんですよ。あ、ちょっと緊張して、あの緊張を隠すために、うん、なるほど。でなんかこうちょっと簡単だよ、うん、もう簡単だよみたいな、なんかちょっと上辺だけそういう感じ出して、はい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 、パッてついちゃってパッて外す人いるんですけど、そういうのをやってる人は今の見習ってほしいですね。なるほど、9番をしっかり丁寧に、はい、決して急がず、うんうんうん、マイペースで、なんか緊張とかを受け入れるっていうことですかね、うん、多分今は結構プレッシャーかかってたと思うんですけど、でもこう自分の状況を分かってかあんまりこう気を出さないでいきましたね。入れやすい感じで、じゃああの加減 で、ね、まあ、受けてくれ、うん、ちょっとずれたけど、まあ、受けてくれるような入りやすい加減を選択できたってことですね、うん、ああいうの格好つけてねビャシーンってこう気を出しに行く人いるんですけどねなるほど、もう外す原因なんですよね。確かに9番バコンっていく人いますね。いいとこ出たからとか言ってねちょっと色気出して、うんうん、だそういう人はなんか今のすごく、なるほど、参考にしてほしいと思います、ね。残り3球のさっきの我慢の選択ももうかなり良かった、良かったですね、すごい良かったですね、うん。かなりナイスなショット、うん、ナイスですね、ナイスです。完璧なところに出しましたね、はい、ただこれ決して簡単ではないですね、うんうんうん、いい選択でしたよね。逆ひねりで、うん、いい選択です、うん、しっかり振り取りに行くっていうのが4番に対して振りを、うん、あれ左下で行くとあの振りなくなりますからね。なるほど、うん、それは難しくても振りに取りに行った方が今のは良かったんじゃないですかね、うん、その押し球が結構難しいショットになりましたが、はい、これはどういう選択を、セーフティーですね、うん、まあ、ちょっと強かったじゃないですかね、うん、思ったよね。ただ、まあ、5番がにちょうど隠れた感じですかね。ジャンプを取り出してきましたね。ちなみにジャンプショットはもう最初から練習した方がいいんですかね、うん、D クラスぐらいになってからじゃないかな、ね、ある程度その、うん、あの腕の振りを普通の、ね、腕の振りを覚えてからじゃないと多分できないと思うんで、うんうん、ジャンプ、うん、今のかなりうまくジャンプしたって感じですか。そうですね、はい、僕 CQ の時にジャンプ1時間練習して1週間2週間肩上がらなくなっちゃったんですね。すごいですね1、2時間やっただけなんですけど、それ肩が相当硬かったんでしょうね。さあ今のは、まあ、あのバンクにトライしに行ったんですね、うんうん、で球出会ってしまったっていう感じ。それはまあでも、うん、いいですよね別にね、うん、あのセーフティーっていう選択もあるんですけど、うん、あのやっぱり B クラスっていうことを考えると、そのなんて言うんだろう、守りに入りすぎないっていうのも結構大事な時期だと思うんですよ、うん、なるほど。この B クラスの真ん中ぐらいだと、とりあえずそう攻めを伸ばすというか、うんうんうん、あとその自分であの攻められる範囲を把握するために、うん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 、どんどんトライ、トライしてもいいと思うんですよね。攻めて攻めてっていう、うん、さあこれフリーボールからのちょっとおそらく弱
かった。そうですね、ちょっと弱かったです、ね、はい。そう、薄く入って、まあここはあの内寄りがあるので、はい、まあ今のところに出ちゃったら、まあ今の結果もまあしょうがないかなっていう感じですね。シュートというよりは出しのミスっていうふうに捉えた方が、はい、もう5番がね、気になってつきづらい位置に手玉が来ちゃったんで、サイド出しに行きました。いいんじゃないですか、うん、あるなし、なし、なしじゃない、なしかな、なんかバンクと、バンクってもう最初のラックでなんか確認不足とかってあったんですけど、この B 級の頃とか、まあ僕も確認ミスって失敗することよくあるんですけど、はいはい、1球1球やっぱ見に行った方が、はい、本当はいいですかね、うんうん、次の球のアングルを、あの上手い人になると、あんまり歩かない、テーブルの上を歩かないでもなんか その状況を把握できたりするから、うんうん、しかも早いんですよ、その状況の把握の仕方が、うんうん、はいはいはい、それ見てるとあんまりこうそれをだから変に見習っちゃうと、うんうんうん、確認作業を しない癖がついちゃうかもしれない、うん、多少時間長くなるけど、まあ最初見ていた方が本当はね、うん、その方がまあ上達はしますよね、うん、こう縦球から、まあ、かなり難しいショットでしたが、あの僕もね、あの結構あの下手な時に、はい、あのよく言われてたのはテーブルの周りを一周しろって言われて、うんうんうん、なんかこう迷ったな、うんうんうん、とりあえずくるくる回ると、そうです、まあ、あのもちろんその台の状況を見ながら回るっていう、はいはい、それあの結構いいアドバイスだなと思って、うんうんうん、やっぱ新しい何か発見とかが そうね、そこで、はい、まあ、こっちの選択肢もあるっていうのに気づけるとか、ね、そうですね、大事なのはだからあれですよね、その B クラスのうち、まあ、当然ショットを決めなきゃいけないけど、うん、確認して、うん、で決断して、うん、で集中するっていうその3つをちゃんとやらないとダメですよ、うん、これ厚みはバッチリ合ってます。バッチリ合ってます。まあ悪いことではないような、飛んじゃう原因っていうのは、まあ力みですよね。あの引かなきゃ引かなきゃっていうのは力みになって、ね、力んで胴点が下がりすぎちゃう。はい、あだちょっとすくい上げジャンプみたいな感じになっちゃってる、ね、なんかこう引かなきゃっていうので、あのテイクバックが急いじゃったり。なるほど。するとなんかこう今みたいになりやすいですね。そこを引かなきゃというよりも、うん、逆にゆっくりつくみたいな感じなんですかね、はい、さあこれはおそらくプレッシャーもあったと思うんですけど、うん、今の選択肢的にはまあ良かったと思いますよね、うんうん、はい、このフリーボールってやっぱ難しく感じちゃいますよね。よく言うのは、うん、どっちにとってもいい場合、うん、なんかどうしたらいいのか迷っちゃうとかっていう、ね、あ選択肢が 2パターン、うん、今のはまあ違いましたけど、うん、そういうのではないけど、うんうんうん、あとフリーボール外すとなんか恥ずかしいからみたいな、逆にプレッシャーがかかるみたいな、はいはい、そういうのも聞いたことありますね、うんうん、はい、これ縦バンクです、ね、そうですね、うん、基本は、直子選手はもう攻めていくスタイルで、はい、でもそれがいいパターン、そうですね、はい、もちろんその、うん、ちゃんと自分の中で統計を取らないといけないですよね。あそこでこれが外れたから、はい、次回これだこれ、うん、結構攻めてたんだけど、ずっと攻めてたんだけど、うん、入る確率悪いと、うんうん、そしたら考え方を変えて、うん、守りを覚えようと、うんうんうん、守りにちょっとトライしに行ってみよう、うんうん、っていう風にしてセーフティーをちょっとこう増やしていく、うん、今、まあ、きっちり振りを、そうですね、振り重視、はいはい、
スシュートですが、これはゲイン。いや今のはもう、単純にちょっとこう、なんて言うんだろう、現実に起こることと、はいはい、妄想がごっちゃになっちゃった感じです。なるほど。今結構角度のある球だったのから、手玉は走っちゃうんですよね。それを走っちゃうのを無理にこっちに止めよう、止まると思ったんでしょうね、多分ね。なるほど。 そこの乖離、乖離が起こってる。そうですね。実際にはこう逆側に出しに行った方が良さそうな厚みだったんで、薄かったんですね。そうですね。これは9で隠そうとした感じ。まあ今、まあ、ちょっと分かんなかったんでしょうね、ほぼ決めちょっととりあえず遠ざけてみようかなっていう感じだったと思うんですよね。撮影もされてるし、プレッシャーもある。あ、とりあえず遠、あ、なるほど、とりあえず遠ざけ、向こうのタンクションにね。そういうことか。これは素晴らしいショットですね、今の。逆ひねりですか。はい。ナイスですね。よいしょ。で今だ分かんなかったようなショットあるじゃないですか。はい。ああいうのをちゃんと覚えといて、上級者に聞くっていうのもすごく大事ですからね。うんうん、もう分かんない球は基本そのお店にいる上級者が、多分 A 級がいる店が、お店が大体1人ぐらいがね、大体いらっしゃるんじゃないかなと思うので、はい。まだあと今はその前に、7から8の出しミスがあったわけじゃないですか。あれの練習をしないといけないですよね、その前に。なるほど。あれはもう完全にだから球の動きが分かってないで起こったミスって、うん、なるほど。じゃあもうその反復練習で覚えられるショットだって、ね。うん、コンディションとか、はい、結構実際最近ちょっとようやく分かるぐらいになったんですけど、はいはい、やっぱ B 級の頃からそういうのは意識した方がいいんですか。いやー、でなかなかできないんじゃないですかね。まあとりあえずそこは一旦、あ、でもなんかだからやたらクッション走るなとか、あ、まあまあ、そういうのぐらいは分かると思うんですけどね。より細かいポジションを求めるようになってくると、うん、コンディションの変化っていうのがすごい分かりやすくなるので、それが分かっちゃってたら多分 B クラスじゃないんで。なるほど。これは先ほどセーフティーかバンクか 2A かっていう感じのショット。今バンクに行ったんじゃないですかね。これは穴振り。そうですね。今穴振りに行ったと思います。はい、穴振りに行ったんだけど、うん、結局フィニッシュの時に入れに行っちゃいましたね。あ、だから自分の思ってたスピードとは全然違うスピードでついたから、うんうん、厚みが狂っちゃって。あ、なるほど。うん、躊躇が出ちゃってますよね。つく瞬間にもう入れないってなっちゃったってこと。はい。入んないですよね。俺も今度見られてて喋られてたら入んないですよ、入んないですよね。そうですね。この状況もなかなか B クラスの人味わえない状況ですからね、これ。ああ、まあそうですね。かなりプレッシャーだと思いますよ。はい、でもこういうのってやっぱ経験しておくのが、まあ、この喋りを聞くのはなかなかちょっとまた違う別のね、違うあれですけどね。さあ、名前ですが。いろんな雑念を消して集中するっていう、はい、うん、集中するためのなんかこうなんだろうな、なんか訓練にはなるかもしれないです。あ、きっとねこの状況からね、うん、解き放たれたと、ね、うん、素晴らしく集中できると思います。なるほど。さあ今のはサイドに出しに行ったのか、
今のね、はい、ニーカラさんはなんとなくなんとなく感が強かったですね。ちょっとねなんか意思がはっきりしてなかったんですよ。なるほど。やっぱできなくても決断もうそこにもうあそこに出すぞみたいないうのがやっぱ上達への近道って、ね、はい、ミスしても次につながりますから、うん、そういうふうにやってると。まあ、ライブになると結構飛ばすというか、うん、やっぱみんないつもと違って調子狂う人いるんですけど、浜プロ的にはそんな気にな、なんか喋っててもすっげえ入れてるイメージなんですけど、あ、まあ僕は、まあ、聞こえてはいるけど、うん、まあ、よっぽど直接的な邪魔をされたらさすがに集中力は阻害されると思うんですけど、一応ね、やっぱり仕事でやってるんで、うん、もうなんかそこら辺 の対処法はちょっと自分の中でできてるんですよね。それはもうなんかルーティーンで、ルーティーンというか、うん、とかなんか意識してるとかじゃなくても勝手に、あ、意識は当然だからしてて、うん、今までずっとしてて、はいはい、なんかこうだんだんできるよう、集中できるようになってる、喋ってる中で。さあ、辛くてワンで行きましたが、まあ、欲しいですか。ナイスセーフでしたね、今ね、はい、素晴らしいセーフ。まあ、4番トラブルが、まあ、なくなったって、うん、一応オープンな配置にはなってますが、うん、まあ、よかったんじゃないですかね、うん、今ね、ほら、着く前に一応サイドに入れる可能性みたいなのも見てたし、うんうんうん、そういった意味では良かったと思います。ただあの4番への振りはあんまり気にしてなかったんで、そこら辺もだからこれから気にしてからつけるようになるといいかもしれないですね。なるほどですね、うん、このどっち振りにするかとか、まあ、真っ直ぐでもいいかとかっていう、はい、あの振り、はい、結構苦手とされる方多いイメージなんですけど、あ、よく言うくの字とかへの字とかっていうやつですよね、はい、まあ、ああいうのはあれですか、錯覚してるっていうことなの。そうですね、もうひたすらで、あとその、ポケットがなんとなく視界からちょっと外れるんですよ、ああいうやつ。あ、はいはいはい、構えた時にそうです、うん、視界からちょっとこう見えづらくなる、うん、だからそこをなんかこう練習でやっぱり視界からこう見えづらくても自分の頭の中でポケットの位置をイメージできるようにしていくと、まあ入るようになりますけどね、うんうん、まあまあ何にしてもとにかく数打たないとダメですね、うんうん、数打って厚みを、まあ、暗記するっていう感じで大丈夫ですか、ね、はい、まあ、もう厚みなんてほとんど全部暗記するので、うん、ね、同点によっても変わるしね、うんうん、厚みがちょっと一悶着ありましたが、はい、これを逆ひねりで立たせようとしたそうですね、うん、それはそれでもう正解、そうですね、正解ですね、うん、ただ今のなんか感じ見てると最後にはなんかこう逆ひねりを入れるのをちょっと躊躇しているような、あ、構えてた同点ほどひねり乗ってないみたいな、ね、そうですね、今の感じしたんで、うん、そう、これは欲しいですね、うん、結構バンクをつくシーンが多いですね、はい、アグレッシブですね。あの花プロはいろんな方レッスンしてると思うんですけど、はい、なんかこういう B クラスの人はプレースタイルとかなんか上達しやすいみたいないるんですか。例えば攻めっ気強いとか戦略的だみたいな。まあ、でも B クラスのうちは攻めっ気が強い方がいいと思いますけどね、うん、ああもう、うん、バンクがあればバンク行ってカットも行ってみたいな、はい、だ本当さっきから何回も言ってるけど大事なのは、うん、あのちゃんと自分の統計を取る、あ、取るか、あ、取、はい、取ってる上でもう攻めようという、はい、そうです、いや取っていけば、はいはい、だんだん攻めなくなってます。なるほど、あ、勝手に攻めなくなる、はい、あ、これうまいくつきました。まあもちろん統計を取りながらそのショットの確率を上げる練習もしないといけないですけどね、うん、
統計を取った上で例えばくの字への字入んないから全部守るはちょっとそれはちょっと違いますね、うん、まあだからその統計を取らなきゃいけないのはバンクとか投与水カットとかですよね、うんうん、まああと一般的に入れなきゃいけない球はもう練習でとにかく入れれるようにしないといけないです、まあ、しっかり B 級の人が外す原因ナンバーワンってなったらアマプロなんかありますか？ナンバーワン。ナンバーワン。やっぱ決めきらないで打つっていうことじゃないですか、ね。ふわっとした状態で。そうですそうです。あの決めるっていうだからさっき言った決断の中に、うん、なんて言うんだろう、まあ選択肢だけじゃなくて、うん、こういうふうにつくぞっていう決断。うん、まあ、イメージ作り、うんうん、そういうのもありますよね。確認だけして、うんうん、あのそういうイメージ作りを怠るとまあ入んないですよね、うん、なるほど、うん、だショットに必要なスピード動点、うん、そういうのをイメージしないでとまあ入らないですよね。なるほど。まあ、入ったとしてもあんまり身にならないですよ、そういうの。あ、もうあやふ、とりあえずついあやふやふわっとついちゃった、うん、ちょっとは、はい、なるほどですね。明日に繋がらないっていうことですね、それで勝ったとしても、はい、入っちゃうことがあるからね、あれなんですね。あ、良くないですよね。もう今はもう根性。そうですね、まあ、今土手突きだったけど結構綺麗につけてたと思いますよ。ああ、なるほど、うん、ナイスですね、うん、このよくちびるとかって言うじゃないですか、はいはい、あれはどういう意味なんですかね。これ僕勝手に加速してる途中で減速することをちびるだと思ってるんですけど、なんか加速してつかないといけないときに減速、たまに当たる前に球が減速しちゃうことをちびるって勝手に言うんですよ。いや、逆の人もいるんですよ。弱くつかなきゃいけないのに、もうバシンとしかつけないような、そういうちびりの人もいるんですよ。あれもちびるでいいんですね。もうちびるでいい。なるほど、はい、メンタル的にもちびってるっていうか、そうですね、不安からくる、うん、イメージ不足ですよね。なんか9番やったら、こういう腕の振りをしなきゃいけないんだけど、うん、その腕の振りのイメージが全然できてないんですよ。うん、なるほど、うん、それをもう総称してチビ。じゃあもう球が出てないってチビってるぞっていうのはもうメンタルのことを指してるってことで、もうメンタルですよね、うん、で球が出りゃいいっていうもんでもないっていうことですよね、はいはいはい、とにかくだから、そのショットを成功させるために、うん、自分でどういうスピードでどこの動点をつくのかっていうのも、うん、そのイメージがなんかこう曖昧な時に結構起こりやすいんですよね、ちびるっていうのはね。なるほど、うん、で必ずしもあの球出していけというアドバイスが正しいかどうか限らないっていう、ね、限らないですね、はい、限らないと思います、うん、大概はそれでいいと思います。あ、なるほど。さっきの前のゲームのマスの9番なんかは、うんうん、あのこの 1.7 個しかないサイズの穴で、うんうん、バシーンっていったら、はいはいはい、入んない可能性がすごい高いじゃないですか、うんうん、はい、ああいう時に球出しに行ってもしょうがないですね。なるほどなるほど、うん、それはもう受けてくれる加減しっかりその緩いスピードで行った方が入りやすいわけです、うんうん、ならそれその緩いスピードに必要な腕の振りとか、うんうん、まあ、あのさっき言った同点とかをしっかり決めて打たないといけないですね、うんうん、ただ不安がだからあると、うんうん、そういうイメージっていうのが本当にしづらいんで。ああ、なるほど。
だからそこのイメージ作りっていう部分で、うん、気合っていうものが絶対に必要なんですよね。あそこを怠らない気合っていうことですね、はい、なるほど。やっぱり気持ちしっかりしてないとイメージって浮かばないですから、セーフティーがちょっと見えてて攻めれましたが難しい。これもまたちょっといやらしい球に見えますけど、いやならいやらしいすぎます。これはいやらしい。しに行って手玉入ったみたいな手ではないですか、ね、今のなんかはだから、うん、その球の動きが分かってないで起きてるミスですよね。なるほど、うん、でも今スクラッチしたことで、うん、それを覚えとけば次同じ角度になった時絶対やらないはずなんで。なるほど。そうだから今大事だったのはだから決めて打ってたのが良かったんじゃないですかね、うん、もう上で行く、うんうん、なるほど。決断はしっかりとできてたって、はい、できてたと髪の毛の玉座有山ご愛嬌ってこと、はい、はい、いや、もう、ね、もうナイスですね、今ナイスですね、うん、今みたいな突きづらい玉座って、うん、ショットがね、結構こう決まりにくいんですよね。うん、大事に引きましたね、今ね。まあ、難しいですね。そうですね、今のはね、うん、何回も言いますけど、決めてついたんならいいんですよ、別に。もうそれで負けようが、うん、そうです、もうで、決めてついて、うん、そのミスを覚えとく、うんうん、厚みもね、決めてついたんならそれでいいし、うんうん、まあ、後悔しないようにできればってことですね。そうですね、まあ、後悔するだろうけども、でそのミスを覚えとくっていうのはすごい大事ですよね。やるべきことは必ずやるっていう、はいはい、そうです、はい、それで外れたもしょうがない、はい、それで起こったことを覚えておく、うん、いいことが起こったんならもうそれはそれでいいし、うんうん、なんかこう思ってたのと違うことが起こったんなら、うん、後で見直すと、うん、難しいですかね。そうですね、まあ、ちょっと体が動いちゃいましたね。あ、なるほど、うん、目が飛んじゃってたんじゃないですか。体動く原因っていうのは先玉その花プロって斬新ができてないっていう。そうですね、はい、先玉折っちゃうみたいな。先玉折っちゃう、うん、ナイス。今の理由ちょっと分かりづらかったですね。ヘッドアップの原因としては何が多いんですかね。本当にいろいろ考えられるんで、あ、もう一概には何とも言えないですけどね。ヘッドアップしながら入れる人も結構いますね。うん、そうですね。あ、ギリギリまで頭残して、結果なんかインパクトは終わった瞬間にブワッと起き上がる人とかね。ああ、はいはい、はい、あの、それはプロでも A 級でもいますよね、うんうん。でも結構我慢してるんですよね、最後まで。インパクトがね、ちゃんとこうしっかりできた後なら動いてもまあ、うん、まあ、まあ、そこそこ。あの思った通りにはなるんじゃないですか。なるほど。これはここを守ってきましたね。これはナイスセーフティー。これは素晴らしい、ね。いい判断。まあいい判断だけど、でも攻めてもいいんですよ。今のようなね、うん、当然ね。まあスコアを考えてやるっていうこともあるんですかね。スコアで変えたりしますやっぱ判断。それそうですね。まあやります。やりますね。あ、はい。今、体の起き上がりが早かったせいで同点狂っちゃってましたね。なるほど、うん、起きた分上がっ、あ、上がってましたね。
素晴らしい。いい付き方でしたね。ああ、なるほど。うん。結果外れたけど。結果外れたけど、今みたいな打ち方して、うん、まあ外れたんなら、まあ、僕はいいですけどね。うんあの今回はあの直子選手ありがとうございました。やりにくい中ありがとうございました。いつもあのもっと2人とも入れてますからね。いつも意識してないことを割と意識するから。そう、急にはできないですね。誰だろうと思ってもう早速試したくなって断らないで今言ったことをそのままもう日々やったら必ず、まあ、ただ、うん、あれですよ、一番大事なのはちゃんと狙いを決めた上でそれを組み込んでいくことが大事ですから。なるほど。例えば体を動かさないだけをあの意識しても狙いに意識がないんじゃ何もならないですから。ちゃんと、ま、狙ってる上で、うん、今みたいな言ったことを全部やらないといけないですね。あ、じゃあ結構まあ最初は多分つくのも多少遅くなっちゃうかもしれないですけど、ね、上級者の方は温かく見守ってあげてほしいんですけどね。まあ、みんなねちょっと気が短いんですよ。みんな前科ですよね。そうですね。あんまり、まあ、上級者同士はまあ、あのまたなんかスピードとか多少もあるかもしれないですけど、はい、本当はね温かく見守ってほしいですよね。はい、なんか、うん、もう自分が B 級だった頃とかね思い出してね。そうですね、うん、はい、僕はねもう B クラスだった頃とかは、うん、結構遅かったんでつくのは。ああ、もう全部かなりつくの遅かったんですよ。確認確認確認して、もう自分の中で妥協するのが嫌で、うんうん、そのやるべきことを、うん、なるほど、ちょっとする前までに、うん、だそれでもすっごい遅くなっちゃってたんで、うんうん、でもそれがあったからこそ、うん、上手くなれたっていう。そうですね。ただだから、それでもあれじゃないですか、周りとのコミュニケーションがそれでうまくいかなくなったりとかするから、まあワンショット 1,2 分とか、そこはだから大人の裁量でね、うん、なんかバランスよくやってほしいですよね。はい、うん、失敗したの覚えといて後からゆっくり練習するっていうのもありです。あ、それももちろんです、もちろんです。はい、わかりました、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。